はい、では3時になりましたので、大野秀明さんによる自然言語処理を支える技術、要素技術とパールの活用について、発表していただきます。よろしくお願いします。はい、ただいま紹介に預かりました大野秀明と申します。ではちょっと始めさせていただきます。まず自己紹介として、こんな ID と ID でやってます。で大体仕事だと C と C++ やってて、あと趣味で JavaScript っていうか Node.js なんですけど、あと Perl やってます。でただあの GitHub のポピュラーリポジトリ見るとこんな感じですね。どう見ても Node です。で、今日の話なんですけれども、まずはあの自然言語処理の概要を話させていただいて、自然言語の要素技術、アルゴリズム、データコード、ツール、ライブラリーについて話していきます。で想定対象者なんですが、Perl についてはもう CPAN モジュール活用してやりたいことを実現できるぐらいの人 で自然言語処理について興味あるけど経験がないとか、でもうすでにやってる人には多分もう知ってるよって話しか出てこないので、そういうことだと考えておいてください。でまず自然言語処理って何っていうので、まあ、我々が普段使っている言語をコンピューターに処理させる技術と、まあ、そのまんまですね。で例えばカナ漢字変換とか情報検索もそうですね。で機械翻訳だったり情報抽出、あと自動要約、文書生成とか音声認識、文字認識とかも自然言語処理の範疇になります。で自然言語処理ってもう大きく分けて2つ、ルールベースと統計学習モデルっていうのがあります。ルールベースっていうのが、人手で、ルールを定義して処理する、で分野によってはあの現在でも統計学習モデルより高精度な処理ができるようになっています。で長所としては人手による調整ができると、まあ、自分でルール定義しているんだから、まあ、そのどういう処理がされるかっていうのは自分で分かると。で短所としてはその、まあ、ルールのメンテナンスコストですね。でそれとあのルールの作成にはやっぱり言語、その対象となる言語の専門知識が必要となります。要はそのどういう品種体系があるかとか、この単語かこの分野で出てた場合はこの品種っていうのがちゃんと分かる人じゃないとルールが書けないと。であと例外の多いドメインへの適用が苦手と。例えばウェブ上のテキストなんかだとあのわざと文法的な間違いが入ってたりとか誤字が入ってたりとか、そういう例外が多くなるのであまりそういうのには向かないです。で ただあの論文だとか結構正しい文で書いてるようなのには結構いけるんじゃないかなという感じがあります。で次に統計的学習モデル、機械学習によりルールを導き出して処理を行う。で長所としては追加学習によって新しいドメインへの適用が、まあ、ルールベースよりは容易であると。で短所としてはあのそのパラメータの調整がどうしても学習の内容によって変わってくるので難しいと。あと学習データの作成コストで、学習させるにはあのコーパスといって、自然言語の文に対してタグ付けは、例えばこの単語はこの品種とかというのをタグ付けしたデータで学習をしないといけないんですけれども、この作成コストは結構大変です。でこれから自然言語処理の要素技術について話していきます。で今回話すのはあのサイトのあのプロポーザルには書いたんですけど、主にあのテキスト解析方面の技術になります。でまず携帯素解析で、携帯素解析は、自然言語文の携帯素、自然言語文を携帯素単位に分割して品種などを付与する処理です。で携帯素とはその言語における最小単位、基本的には単語だと思っていただいて構いません。で現在利用されている多くの実装の多くは、品種だけでなくて活用の種類だとか原型とか読みなどの付与も行うようになっていると。で使うモデル次第ではあの単語に関連するさまざまな属性をつける付与することもできます。でこの処理を行うプログラムを携帯素解析機、あの
モーフロジカルアナライザーとか呼びます。でモーフロジカルアナライザーっていうのはワードセグメンター、単語の分割器と、ポスターガーで品種付与器プラスレマタイザーっていう、その単語の原型を導き出すものプラスアルファになっていることが多いです。で、携帯素解析器の仕組みですが、現在多く利用されている携帯解析で使われている手法、コスト最小法っていうのが多いんですが、これをの大まかな仕組みについて説明します。で、まず単語辞書を用意します。で、単語辞書には単語の正規コスト、単語の出現確率、品種等の情報が格納されています。で、辞書については後述します。で、次に、単語辞書を利用して入力文に含まれる単語候補を列挙します。そして、列挙した単語を文頭から文末まで並べて組み合わせた構造、これをラティス構造っていうんですけど、要は数学で言う速みたいな、速ってラティスっていうんですけど、そういう構造を作ります。でこの構造の中からも最も確からしい単語区切りと品種の組み合わせを得たいと。でこの時に、この各単語とあとその単語間の辺に、このグラフの辺ですね、辺にコストを設定します。でこの単語の正規コスト、単語の出現確率が高いほど低コスト、これを頂点を通る時のコストとします。で連接コスト、品種の隣接確率が高いほど低コスト、これを辺を通る時のコストとします。でこの合計コストが最も小さな経路を探索すると、それが最も確からしい単語分割と品種の組み合わせだというふうになります。でこの例だと大した量じゃないんですけども、実際の処理では組み合わせの数が膨大になります。じゃあどうするかと。でこういうコスト付きのグラフ探索といえば多分ピンとくる方がいると思うんですけども、動的計画法 DP の出番ですと。でよく使われているのがビタビアルゴリズムというアルゴリズムです。動的計画法の一種で隠れマルコフモデルにも基づいたものです。要は観測された事象系、つまり与えられた入力文ですねを出力した可能性が最も高い状態率を推定するというアルゴリズムです。で、ビタビアルゴリズムで探索した最もコストの低い単語列を出力します。で実際にはこれに加えて辞書に存在しない単語や道語と呼びますけれども、それであっても分割位置をして推定できるような工夫がなされてますと。で例えば文字の種類、例えばカタカナ語が連続していたらそれは単語だと辞書になってもというふうに推定するとか、そういう仕組みが入っていることが多いです。でビタビアルゴリズムとかは多分ここで説明すると多分わけわからない数式がいっぱい出てきて大変だと思うので各自調べてくださいという感じです。で携帯素解析機、既存の、オープンな実装としてはメカブとかキューティーとかジューマン、カカシーなどがあります。でメカブ多分一番今は有名なんじゃないかなと思いますけれども、条件付き確率が、CRF ですね、コンディショナルランダムフィールドに基づく解析と、あと辞書にはダブル配列、これも口述します、を使ってます。 DART っていう実装ですね。であとはユーザー辞書と部分解析機能っていうのがあって、境界判定をある程度カスタマイズできるようになってたりします。でパールバインディングも SWIG で生成されたパールバインディングが付属してるんですけど、ただこの SWIG っていうのが結構あんまりちょっと使いづらいインターフェースで、パールの場合は生成されるのがあるので、そういうのが気に食わないというのでテキストメカブっていう別の実装もあったりします。で例えば境界判定の補正が必要な事例としては、一般文コーパスでは学習
では扱いづらいものですね。例えばナノ波問題というのがありまして、あの女子などこれナノはという女子、あの副女子だったりとか同女子とかにとして扱われちゃうとか、あのボーマ放射状を固有名詞として扱いたいとかいう場合は何か工夫をする必要があります。あとモーニング娘。とか藤岡弘とか、なぜかあの名前に句読点が含まれる方たちの問題、こういったものも補正が必要です。で次、10万ですけど、これは1992年に公開されて、かなり結構歴史ある実装で、残念ながらあのコストは人手不要っていう。でパールバインディングもこれは一応スイグで生成されたやつが付属しています。で結構歴史があるので、意外とこの10万の出力を入力とするツールが意外とあるので、実は関わることがあったりもします。いまだにで QT ですね。文字単位での分割位置とかタグの推定ができると。で、あと例えば SVM サポートベクターマシンっていうあの機械学習のアルゴリズムなんですけど、やロジスティック回帰による推定ができると。であと部分アノテーションっていって、ある単語にあの禁止とか読みとか全部つけないで、例えば読みだけを部分的に学習させたいとか、そういった部分的にアノテーションしたものによる追加学習とかができると。でパールの実装としてはテキスト QT というのがこう審判に上がっています。でちなみにあの Node.js 用のバインディングは私が作っています。あとカカシはこれすごい古いと言っても、いまだに連携は一応されているので、もともと漢字からカナにカナローマ字に変換するプログラムで、で単語分割には対応しているというやつで、テキスト書かしているパール実装がありますと。で先ほど辞書について後で書くと言いましたが、この辞書で使用されるデータ構造でよく使われるのがトライです。要は順序付き機構造の一種でして、機構造上のノードの位置とキーが対応していると。であとはシュータまで分岐のないラベルをテイルっていう呼ぶ配列に収めるあのミニマルプレフィックスとトライであるとか、分岐のないノードのラベルを一つのノードにまとめたパトリシアトライなどの亜種もあります。でトライの特徴としてはキーの検索が高速、長さ M のキーの検索は最悪で、ビッグ OM とのオーダーでできる。で共通する接頭辞がまとめられるので、圧縮効果があります。要は接頭辞がついてると、それは全部の同じノードの並びになるので、その分圧縮されます。であとは共通する接頭辞を持つキーの列挙が良いというのがあります。で次にトライを表現するデータ構造っていうのがありまして、C とかでやるんであれば、ポインターとかで、キーの構造を作ったりするんですけど、実際これ、ファイルにシリアライズできたりする必要があるので、そのトライを表現するデータ構造というのが複数あります。ソート済み配列っていう、割と単純なもので、トライの各ノードの子ノードをラベルでソートして、で、探索時は、子ノードを二分探索していくと。で、検索の計算量はビッグ O ログ N と。で、ダブル配列。これは先ほど、メカブの時に説明しました、話しましたが、このダブル配列っていうのは、下の図にあるベースとチェックっていう2つの配列を持つから、ダブル配列と言われます。で、このベースとチェックっていう配列で、トライのノード間の繊維を表現しているものです。でこれはサイズがコンパクトで非常に高速に検索できるというのは、単なる配列へのインデックスアクセスでしかないので、バイナリーサーチとかそういうことをする必要がないので高速です。で計算量、ビッグ O
1と書いてますけど、まあ、実際にはキーの長さに依存します。でパールからはテキストダーツっていうので、先ほどメカブでも使っているダーツが利用できます。で次にラウズです。トライの構造をビット列で表現したものです。で完結ビットベクトルを利用することでサイズを圧縮しつつ高速なアクセスが可能になります。で完結ビットベクトルは以下の操作を提供しています。でアクセスっていうのが、ビットベクトルの、i 番目の値を返す。でランクが、先頭から i 番目までの1または0の値をの数を返します。でセレクトが i 番目に出現する1の1を返す。でこいつを使ってこのビットベクトル上を検索すると。でこれこの完結ビットベクトルは、一定のブロックごと、例えば、32ビットであったりとか64ビットとかごとに、じゃないな、とかまあ一定のブロックサイズごとに、1のそのブロック内に含まれている1の数をランク辞書という形で覚えておくと。でそうすると何番目にかにアクセスするときに、ランクそこまでの辞書プラス、あとはポップカウントっていう、ポピュレーションカウントっていう、あとはビット位置を調べる処理を使うことで、定数時間で処理できます。でセレクトはランク辞書の二分探索で、ログ N で処理可能になります。でパールからは、TX トライの実装を使うテキスト TX であるとか、UX トライを使うテキスト UX、 あとマリサトライという実装は、それ自体に SWIG を使ったパール用のインターフェースが提供されています。で次にかかり受け解析です。でかかり受け解析とは各単語分節間のかかり受け構造を発見する。で基本的には携帯スパイス機器の出力を入力とします。でこの処理を行うプログラムをかかり受け解析機といいます。でかかり受け解析の仕組みとしましては、シフトリデュース、左から右へ貪欲的に解析する方法、高速ですけど精度が低いです。で全機器は、分全体のかかり受けを最適化、精度は少し高いけどスピードは落ちます。でチャンク同定の段階適用というのが、単語を区にチャンキングして親の発見の繰り返し。でシフトリデュースというのが、左から右で単語を1個ずつ処理で、キュートスタックを利用して処理していきます。でキューには未処理の単語を格納して、スタックには処理中の単語を格納する。で各時点で以下の1つの動作を選択します。よし、シフトは1単語を Q、からスタックへ移動する。でリデュースの左手のスタックの1番目の単語は2単語目の親になる。リデュース右っていうのがスタックの1単語目は2単語目の親になると。で分類器を使ってどの操作をするか学習するという方法です。で全機器は、単語頂点とした有効グラフを作ります。でグラフの辺がかかり受けになると。で機械学習したデータをもとに各辺にスコアを付与して、スコアが最大となる機がかかり受け構造を表す構分機となるというものです。でチャンク同定の段階適用というのが、分をチャンクに分割して、親を右の単語にすると。で単語にしたら、またチャンクが分割できるところがあったら、また分割して、そしたら右側が親と繰り返して、チャンク分割できなかったら構分機が完成するというものです。でかかり受け解析機としては、カボチャ、KNP、JDEPP などがあります。でカボチャは SVM に基づく解析で、辞書にはダブル配列を使用しています。で固有表現解析っていうものができまして、
固有名詞、組織とか人名、地名などとか日付表現、時間表現などを判定して、そこに何かタグというか属性をつけることができます。でパールバインディングは付属しています。水分によるものによって生成されたものです。分かります。すみませんが、長すぎた。はい、はい、じゃちょっと、一応自然言語処理におけるパールの役割としては、17テキストの処理能力を生かした前処理とか後処理と、あとスクレーピングによる言語リソースの収集とか、あとプロトタイピングが結構多いんですけど、自然言語処理ツールの多くは C++ で、パールと C++ のスコープの扱いが似てて、スコープ画像とかそこら辺のイディオムがそのまま移植できるので、パールによるプロトタイピングが結構便利ですという話。ありがとうございました。